どうなんだこの訓練は。兵士が人なんか相手にしてどうする。獲物に素手で対応しようなんてバカのやることだ。そりゃ無責任ってもんだ。俺たちは兵士だろ。いくら不利な状況でも逃げてはいけない時がある。相手が何であろうと大砲でも格闘術でも使いこなしてな。それが力を持つ兵士としての責任だと思う。兄、やり方は知ってるよな。行くぞ。もう行っていいかい。まだだ。担当を取り上げるまでが訓練だ。はい、次はあんたが私を襲う番だね。いや俺は。やれよライナー、兵士としての責任を教えてやるんだろ。ああ、兵士には引けない状況がある。今がそうだ。